さて昨日は西日本の太平洋側でも雨となりました。この雨雲今朝にかけて日本の南の海上東に進みまして関東地方は今朝雨のところもありました。現在は関東の沿岸部で一部雨の降っているところもありますが次第に天気は回復してくる見込みです。この先ですが今夜にかけてこの低気圧三陸沖に進むでしょう。このため東北地方は今夜にかけても雪が降り続く見込みです。では今日この後の全国の 天気です山陰地方から北陸地方にかけては雨で雷を伴うところもあるでしょう東京は雨のマークついていますがこの後は定義回復してくる見込みです東北も北部を中心に雪となるでしょう続いて明日の全国の天気です 明日は全国的にすっきりしない天気で、沖縄もお昼頃から雨で、九州も南部を中心に夕方頃から雨が降り出すでしょう。西日本は広く雲が多く、にわか雨のところもありそうです。北陸から北日本の日本海側も雪となるでしょう。